富山の堀光堂です。今回ですね、こちらのご質問にお答えしたいと思います。ありがとうございます。堀さんがいつも見ている富山の民放で放送されているローカル番組のベスト3について教えていただけませんか？ということなんですけども、僕 NHK は見ていないんですけども、実は民放もあまり見ていないんですよ。はい、なので、今回はですね、好きな富山のローカル番組を、紹介したいと思います。その番組は、ゆるゆる富山遺産です。はい、この番組はですね、チューリップテレビで、年に2回ほど、放送されている番組で、柴田理恵さんとか、内浦淳一さんが、富山県民を紹介するという、バラエティ番組なんですけども、実は僕、そのゆるゆる富山遺産に出演したことがあります。というのはですね、2013年の1月3日の放送なんですけども、世界へ羽ばたけボイスパフォーマーということで、僕堀光堂って言うんですけど、その時はね、ボイスパフォーマーコウ君という名前で、柴田理恵さんと、月亭方正さんと、あと、内浦淳一さんと、出演させていただきました。はい。その時からですね、ほぼ前に、毎回、見ています。はい。ということで、堀光堂が好きな富山のローカル番組を、紹介してみました。富山の堀光堂でした。ありがとうございました。